サミット。はい、やってまいりました。サンキューフォーカーメインということで、手羽先サミット、あそこにおります広野新さんという大変人格執権ともに高潔な方がリーダーになってこのって待っております。名古屋の手羽先、名古屋といえばまあ八田神宮もありますが、やっぱりまあ名古屋城の天守閣木造本物復元と、そしてこの手羽先、これをなんとかもっともっと広めて、食ってもうめえ、どえりゃうめえよということで、まあ熱を入れております。なんかバッと聞いたところによりますと、どうもこの手羽先サミット優勝したのは、俺当然名古屋かしら思ったら、違う気はせるかね、これ宮崎、あんた宮崎ノーグー本当か、right? 名古屋very good ということでございますが、この宮崎さんが、まあこれはこれでまた宮崎も努力しとるんだと思いますよ。宮崎さん2年今のところ連続で1位と、でもう1年またチャンピオンになりますと、3年連続でこれがなんと手羽先の殿堂入りということになっちゃうということでございまして、やっぱり手羽先の殿堂はせっかくこれ金山で手羽先サミットやっとるんだで、名古屋の業者が部屋でもないかんだねやつなあ、広野新さん、はい、ということでございまして、まあ私もあの初めの一杯はやっぱりビールがうめえですね。これ最近は瓶ビール飲むようにしておりますけど、その時に手羽先を食いますが、某所の手羽先が前ちょっと小さいタイプのやつもうめえんです。それもちょっと大きいのに変わりましたけどね、まあいろんなご事情があるようなことでございますが、まあぜひそんなことで名古屋といえばこの名古屋の手羽先、金山の辺でオリジナルといいますか、創業された、まあ、名前あまり言わん方がいいと思いますけど、よけ出てくるんで、某名古屋で有名な手羽先のお店がこの初めのやりかけたということでございまして、まあ名古屋は侍の町だもんだでよ、どっちかというとこう質素に、まあ今まであんまり食わなんだようなものでもみんなでちょっと調理して知恵を出して食べようということになったようでございます。まあということで、さらに、名古屋といえば手羽サーキー、レッツグッド、ベリーグッドということで、みんなで応援してやと思います。 Thank you for listening. OK, good luck. 手羽サーキー No.1 in the world. バイバイ。